野沢直子さんが最近ね、老後の話みたいなのをよくするんですよね。そういうので出てくるんですよ。野沢直子さん、40代までには何も考えてなかったんですよ。30代の頃に比べたら体力が落ちたなぁぐらいで。でも、まだまだ全然やれるという感じでした。私は更年期もめまいが少しあったぐらいで、ほとんどなかったに等しいので、ずっとこの調子でいけるんじゃないかなぐらいに思ってたんですよ。今59らしい。もう還暦に迫ってるんですね。53歳の時に、お父さんの介護みたいなことがあったんです。そこでちょっと人生が変わったってこと。カメラが止まっていて、気を抜いてる時にふとモニターに映った自分の顔を見ると、ほっぺたが垂れて、ほうれい線がくっきり出ていて、船みたいだなと思います。40代の頃はシワはたくさん笑った証だと受け止めよう、なんて思っていたんですけど、いざ50代のシワを見ると、こんなはずじゃなかったという動揺しかない。加えて若い子の顔の区別もつかなくなってくる。昔はあんなに流行りに敏感だったのが、流行っているものも輪郭もぼやけてくる。かつて、とんちんかんなことを言う親を笑って馬鹿にしていたのが、今や自分が子供の話題についていけなくなって、蚊帳の外と感じる。本当に老いは誰にも公平に訪れますっていう。僕、野沢直子さん、昔見たんですよ。本当に若い頃に。地下鉄乗ってたんですよ。めちゃくちゃ空いてたの、その時の地下鉄がね。その日の地下鉄が。で、僕はすっぽんと座ったんですよ。したら目の前にめちゃくちゃ可愛い子が乗ってるんですよ。こじんまりとした。野沢直子だったんですよ。夢で会えたらの頃だと思うんですけど、地下鉄乗るんだと、あんな大スターなのにと思ったんですけど、でっかい MA1 着て、可愛らしかったんですよね。とてもね。おしゃれだなーって思った印象だったんですけど。野沢さんが今思うことは、私が信じているのは、気力は肉体に反映するということで、何かの目的もなく漠然と過ごすのではなく、こうありたいとか、こうなりたいとか、そういったモチベーションがあった方が病気とも縁遠くいられるのかなと思うんです。だから私には目標があって、それは面白いおばあちゃんになることで、 SNS でブレイクしたり、映画やドラマで面白いおばあちゃんの役をやっていたり、何か当たっていればいいなと思ってます。そういう目標があると、世の中の空気にアンテナを張っているだろうし、新しいテクノロジーにも対応できる状態でいると思うんですよね。ただ死ぬのを待つより、何か人達成して死にたいですよねと。まだ要は目的を持つこと。なんかの僕、別なこういうね、50代とか老いの、そういうので見たときに、老けない秘訣というのはやっぱ好奇心だみたいなことを書いてあったら読んだことがあるんですよね。好奇心を常に持つ。毎日毎日同じことばかりするんじゃなく、こう、いろんなことに好奇心を持つことによって若さを保つみたいなね。なんかそういう話があって、ちょっとそこに被るかなと思ってるんですけど、僕の視聴者の方たちも結構年齢層の F3 層っていうんですか、40代から65歳とかそこら辺の年齢層の高い女性が多いのかななんて思ってるんですけど、まあそういう老いとか年ってあるじゃないですか。まあそれをどうポジティブに捉えるかだなと思うんですよね。僕もやっぱね、50を超えて、ただ40代の時よりも今の方が、これでもね、これでも健康的なんですよ。めちゃくちゃ健康的になって、ストレスがないのとか、定期的に病院行ったりもするし、ジムも行ったりとか、歯医者にも行くし、自分メンテナンスをしてるんで、40代の頃は全くそれなかったから、そう、いつ死んでもおかしくないなと思ってた。それに比べるととても、健康的になってますかねと自分では思ってます。あとそうですね、好奇心とかになると、僕の中で実はトラウマがあって、僕ってこう髪とかいっぱい、いまだにね、いいおじさんなのに、いろんな色にしたりとか変えたりとかしたりとかするんですけど、やっぱそのトラウマがあってですね、坊主が嫌なんですよ。子供の頃やっぱりね、好きなのがやっぱりね、ロックとかだったんで、まあ、例えば世良公則さんが好きだったり、チャーさんが好きだったり、まあ西城秀樹さんとかが好きだったりとかしたんで、子供の頃っていうのはもう長髪の男の人に憧れてたわけです。まあ時代的にね、中学行かなんか、そこ強制的に坊主なんですよね。その坊主になりたくなくてね、なりたくなくてしょうがなかったんですよね。もう転校させてもらえないかな、みたいな。坊主じゃない学校にね。中にはあるんですよ、坊主じゃない中学も。でも学区内だから行かなきゃいけないじゃないですか。で、坊主に初めてこうバリカンを頭に入れた時のね、あのね、屈辱感っていうんですかね。何年経ってもやっぱりあの時の屈辱感っていうのはすごい残ってて、僕はその中学3年間の写真って1枚もないんですよ。絶対撮らなかったんですよね。坊主頭の自分は自分じゃないって思ってたんで。まあそうですね。それで中学終わって高校入ってですね。やっぱ僕の中でその目指したい髪型があって、それはもう、あれだったんですね。チェッカーズだったんですよ。
でも高校入って速攻でもチェッカーズのような髪型にしたみたいなね。前髪伸ばすみたいな。未だにこう、と近所のおっちゃんがね、なんでそんな髪にし、なんでそんなに毎回髪色変えるのみたいなことを言ってきたりとかしてて、坊主でいいじゃん、坊主で。その方がお金かかんないよとか言われるんですよ。僕のかかりつけの医者にも言われますよね。毎回髪型変えますよね。髪の色変えるよね。とか言って、僕なんて全然そういうのに興味ないんだよね。みたいなことを言うんですよね。1000円とかの床屋行って終わりですよ。僕なんて。みたいなこと言われるんだけど、僕それでは嫌なんですよね。それも一つの僕は好奇心だと思ってやってるんですよね。こうなりたいとか、ああなりたいとか、バカみたいなことだと思うんですよ。他の人たちから見て。そんなことにこだわってどうすんの？いい歳なんだからもういいじゃん。諦めりゃって言うかもしれないけど、いや、僕はもう多分これが60になっても70になっても80になってもやれるとこまでやると思うんですよ。もう最近はメイクも好きになってきてて、まあそれもキモいじゃないですか。いいおっさんが美容男子みたいなメイクするとかっていうのも。でもやっぱ楽しいんですよ、やってて。やっぱり昔できなかったことを今やってるとは楽しいし、まあ、それも一つの好奇心だし、野沢直さんが面白いおばあちゃんになるっていうのが目標だっていうのがあるかもしれないけど、まあ僕としてはその過去のトラウマをね、いやいや坊主にしてたっていうトラウマが判明して、どこまで頑張ってあがけるか。こいついい歳して何やってんだみたいな。男のくせに、おっさんのくせに、もういいじゃん諦めて。って思われながら、いやいやいやってやるのが、ちょっと僕のこだわりですかね。で、こうやって YouTube 撮ってるのも、ね、収益を目的ってもちろんあるんですけど、自分をこう撮ってるじゃないですか。やっぱ自分を見れるんですよね。それもあるのかなと思ってましたね。自分好きなんですね、結局僕ね。キモいですけど。でもそれが一つの生きる糧となってるんで、いいのかなと。皆さんもなんかね、生きる糧が絶対あった方が、いいですし、絶対若くいようという気持ちがあった方がいいじゃないですか。それは恥ずかしいことではないと思いますよね。堂々とやればいいと思います。僕はそう思いますけど。